こちらナイトニョン、最深部への攻略に取り掛かる。要塞化されている可能性が高いため、警戒は怠らないように。ナイトキュリー、サノビクトリアム。いたいて。なんでキュリーは撃たれないの？やあ。アボミネーションね。死ぬがよい。もういないわけがないんですよね。上にいるのはわかっています。問題はそこではなく、キュリーならノーリスクで攻撃できる位置にいるということです。貧乏人間だから仲間とでも思われてるんですか？やだなぁ。でも行くしかないですよね。うっす。当たりますように。うおぉ。さよなら第1世代。驚きの事実だ。すべてのスロー貨物城の地下に巨大なトンネル施設があるわけじゃなかった。DIA の秘密研究所に入る。公式には存在しなかったことになっている場所だ。どこに行った？スイッチボードと呼ばれている。プロトタイプは施設の中心で。ドア前に人造人間がいますね。罠でしたか。敵の存在は。ちゃんと壊しておきましょうね。こんな感じで、罠が終わるまで待機します。が必要。お願いキュリー倒して、任せましたよ。ちなみにキュリーはレンステータスが4ですが、HP は2倍くらい補正されています。DA を着たキュリーを止めれる人はいないのです。関連データのために、やはり終わりましたね。素晴らしい。わあああ。びっくりしましたね。まだいますやん。痛い。ヘルプミー。怖すぎますよ。頑張れー。まだいますねー。アイテム集めないと。待たせてごめんねー、キュリー。見えましたか。次はこっち。おっと、おい、嫌いですか。まったく危険すぎます。てかこれなんですか。これですよこれ。ワイプみたいなのですかこれ。最近流行りの。こんな顔もできるんですか？おぉ、すっごい。いやぁ、最近の変数技術ってすごいですね。私の麗しい顔がリアルタイムで。そんなわけがない。きっと、羨ましいんです。私が人気投票1位だったから羨ましいんですよ。やまねぜ、マジで。配信回数がはかどりますわ。これがマリサレー、これが霊夢で。全部まとめてぽいですよ。へっへっへ。キャリントン、出てきてください。シーラス、アイグロキ、スプレマ、レクス。ヒーラー系5万。まだそこにいるのはわかっています。ほら。なんか投げ渡されましたね。デリバラー、元ネタはワルサー PP 系ですかね。ほぼ理想パーツです。ラッキー。死体に近づいてみますか。トニーウェスパーさんです。そしてプロトタイプを発見するのです。あとは撤退するのに。早速脱出です。マーカーに従ってやってきました。にょんにょんにょん。にょにょんがにょん。隣にエレベーターとは親切ですね。へっへっへー。キュリー早く。これでやっと帰れますな。上に参ります。ここに繋がってたんですか。リーコンとは本拠地で合流だそうです。もし私がプロトタイプを捨てちゃったらどうするんですかね。まあ、帰りましょうか。お、リーコン。目的のものは手に入れた。ここで別れて地下墓地で会おう。そうですね。価値のあることだった。分かっているのはデズデモーナが作戦を許可したということ。新しいコーヒーメーカーのためじゃなかったと願うだけだ。それじゃ新入りは俺の手当てをし、肩に担いで施設の出口までの道を切り開いた。
そこら中に人造人間がいた。ずっと担いでいたの？驚いただろう。確かにそうだけど、ディーコンの話では一人でキャリントンプロトタイプを手に入れ、地雷原を無効化し100体の第一世代を破壊した。本当の話なの？全て本当で、それ以上のこともしたわ。100体か、すごい、信じられない。ほらね、言った通りだろう。プロトタイプを手に入れるにはグローリーを含めたチームをディーコンがまとめる必要があると思ってたわ。でもそうじゃなく、たった二人でスイッチボード全体を一掃した。彼女は組織に必要な人間だ、デズデモーナ。ディーコンに認められたようね。彼がここまで誰かのために好意的な話をしたり嘘をついたのは初めてよ。レールロードへようこそ、エージェント。一員になれて嬉しい。仲間として迎えることができて幸運よ。組織に加わったら呼び名を決める必要がある。身元を隠すことで命を守る、そのためのコードネームよ。名前は何にする？ブルズアイがいい。あなたの戦闘能力はディーコンから聞いた。ブルズアイが似合ってる。最初の正式な指令はドクター・キャリントンにプロトタイプを届けて役に立つかどうか確認すること。でもその前に他のメンバーに紹介するわ。本部の位置情報は最も厳重に守られている秘密の一つよ。だから出入りするときは気をつけて。誰かに見られているかもしれない。ソラネは慎重にならなければいけない。誰にいつ見られているかわからないからな。そうですね。 G519 はたくさんの苦しい思いをしたが平気だった。しっかりしていた。 G5 にとって正しいことをしたのかわからない。嫌な気分になる。キュリーはそれに値する人物なんだろうな。D5 について説明します。キュリーはコズワースと同じ俗に言う半自型ロボットでした。ご存知の通り、現在は人造人間です。しかし人造人間の本当の名前はキュリーではなく D5 であり、意識がない D5 の意思決定を決める代理人はグローリーだったのです。レールに加入でキュリーを人造人間にすると無名が現れますが、この後人造人間にすると代理人としてグローリーが現れます。G5 はどんな人造人間だったの？強情だった。 SRB が記憶を何度も強制的に消去しなければいけないほど強情だった。 G5 と会った時、彼女は全く気づいてくれなかった。だけど彼女にはインスティチュートにいた時の借りがあった。これ以上は話せない。私たちは協力しなければいけない。だからこれは一回だけしか言わない。私は間違っていたと思う。 G5 は昔からの友人だったんだ。分かった？それに彼女の記憶を汚してしまったように感じる。また本部で会おう。おい君、新しい仲間のブルズアイだな。人間のね、はじめまして。同じだよ。仲間に入ろうなんてイカれたやつなら誰でも歓迎さ。ところでスイッチボードは悪いやつだらけで地雷まであったってのは本当？それともディーコンはまた嘘をついているのか？そんな感じよ。厄介だな。古い本部に一体どうやって入ったんだい？まさかディーコンのいつものやり口で幽霊みたいに壁でもすり抜けたのか？銃弾をばらまいてたくさんの血を見たわ。ま、血の方は自分のじゃなかったけど。それが君のやり方か。パーティーへようこそ。トミー・ウィスパーズがあんな目にあったからこそ、私たちはクソみたいな仕事をこなせるタフなやつが必要になったんだよ。トミー・ウィスパーズって誰？トミーは本部のナンバー2だよ。インスティチュートのバカがスイッチボードを一掃した後に戦死したんだ。トミーがいなくなってからこっちは休みなしだよ。だから君が来てくれて本当に嬉しいんだ。グローリーって呼ばれてる。死の天使、解放された人造人間のクソったれのシンボルさ。人造人間なんでしょ？なんだいそのバカな質問は。質問はたくさんある。人造人間について、インスティチュートについて。いい？もしその必要があれば、君が思っているよりずっと知らないよ。表面的なことだけしかしていなかった。廃墟を調べて救助するだけ。インスティチュートに何回かいた時には
彼らの考えに打ちのめされていた。まさに本当のクズね。あまり深い意味はなかったと思うんだ。ただコーヒーメーカーまたはターミナルみたいに扱っただけで、そのバカどもがもっと人造人間を作るのを手助けしていたんだ。人造人間開発と呼んでいた。想像もつかない。時々忘れられたらどんなにいいかと思うよ。デズや他の奴が何と言っても人造人間は人間じゃない。骨を継いで組み立てられたんだ。筋肉と筋肉を組み合わせて。だって見たんだよ、撃たないといけない、あれを撃たないと。今グローリー、お前が立ち去った後全ての安全を確認したら私たちもここを出ていくことができる。グローリーは人造人間だけど人造人間を守りたがっていない。そもそも人造人間ではない。スイッチボードほど快適ではないけど安全だし、再び奇襲されないよう万全の対策を取る。今はいろいろと混乱しているからやることはたくさんあるわ。蚊の毛がたくさんある。入る準備ですか？これは価値はないのですか？聞いて。地上の世界は分かりにくいですね。ディーコンとスイッチボードの任務を遂行したわ。彼女を正式なエージェントとして組織に迎え入れた。各自で仕事に必要なことを教えてあげて、好きなように歓迎して。以上よ。歓迎されました。というわけで今回はここまでです。レールロードはちょっと甘い組織かもしれませんが、秘密結社、スパイ、ロマンがある組織なのは確かです。次回はレールロードに加入した理由、マリスティックウェーブを紹介します。チャンネル登録してくれると嬉しいです。それでは、また今度。